はい、私榊原楓と申します。愛知県を中心にタレント活動しております。今日は原点回帰ということで、初めてこの金山にぎわいマルシェで歌ったセットリストを持ってきました。あ、緊張する、なんか1ヶ月ぶりなんですけれども、はい、それでは聴いてください。ブルーバード羽ばたいたら戻らないと言って、目指したのは青い青いあの空。切なさは今掴み始めた、あなたへと抱くこの感情も今言葉に変わってく。未知なる世界の夢から目覚めて、この窓を蹴って飛び立つ。羽ばたいたら戻れないと言って、目指したた古い窓は壊れた、見飽きた籠は折らしててゆく、振り返ることはもうない。高鳴る鼓動に呼吸を預けて、この窓を蹴って飛び立つ。駆け出したら手にできると言って誘う、あなたの手も握って求めるほど青い青いあの空。落ちていくと
君を店に泣かすからねえ笑ってくれよ君は悪くないよねえ笑ってくれよさっきまでの調子で Yeah 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 いつでもスマイルしててね深刻ぶった女は嫌いじゃないからすぐスマイルするべきだ子供じゃないならねありがとうもうすぐだね長かったねその時の笑顔が全てをチャラにするさそれほど嫌いじゃないからすぐスマイルするべきだ子供じゃないならねありがとうございますこの後2曲歌うんでね聴いててくださいねありがとうございます。
ありがとうございます。盛り上がってくれた人ありがとうございます。次は最後の曲です。皆さん手拍子なり一緒に踊ってくれたりしてくれると嬉しいです。では最後の曲聴いてください。パプリカ。曲がりくねりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る、遊び回り昔の旅、誰かが呼んでる。夏が来る影が立つ、あなたに会いたい。見つけたのない避難の星、明日も晴れるかな。アフリカ花が咲いたら、木原楓でした。この後そちらの物販コーナーで物販をさせていただきますので、よかったよって方は感想を言いに来てくれると嬉しいです。以上木原楓でした。ありがとうございました。はい、木原楓さんありがとうございます。ありがとうございます。今日どうですか。今日めっちゃ緊張したけど、なんかみんな止まってくれたんで嬉しかったです。手振って、みんな手振ってありがとうそう、あの嬉しい、ありがとうおばあちゃんはい、はい、ねえ今日何何何何何笑ってんの一瞬のまま何なんだろうと思っちゃったはぁと思ってた。
なんかね、その久しぶりな感じがしたので、若干人見知りしてるんですよ私。あ、どうしよう、人見知りしないでください。はい、はい、今日ね、あのみんなに聞いてるトークテーマが、はい、あの疲れた時のリフレッシュ方法を教えてっていうことなんですけど、私映画見ますね。なるほど。どういったジャンルが好きですか？はい、めっちゃ好きなのはディズニーとクレヨンしんちゃん。クレヨンしんちゃんめっちゃ、もうバカにしちゃダメですよ。めちゃくちゃあれめっちゃいいですからね。もう全作品わかります？めっちゃうなずいてくれてる。そう、クレヨンしんちゃんを見たらもう世界が平和になると私は思っています。確かにそうですよね、はい、あんな、うん、あんな息子が欲しい。私は別にあのいらないかな。もうめっちゃ家族思いだし、ペット思いだし、妹思いだし。あ、じゃあしんちゃんっていいお兄ちゃんなんですね。そう、いいお兄ちゃん、いい男になりますよ。なるほど。なんかクロミちゃんだからサンリオのイメージあるけど、ディズニーも好きなんですね。ディズニー大好きです。そう、最近はあんま見れてないんですけど、この前ミラベル、うん、あったじゃないですか、うんうんうん、このミラベル見て、うん、ああ歌っていいなと思いました。やっぱり、はい、うん、ミラベルいいです。なんかすごい映画不況おばさんみたいな感じになってますけど大丈夫ですか？そんなことないです、そんなことないです。でね、今日は、はい、楓ちゃんに会いたいと言ってくれてる子が来ています。誰ですか？誰かな。じゃあ呼んでみます。お願いします。誰だ誰だ。はい、楓ちゃん、はい、今月4月14日お誕生日おめでとうございます。 ありがとうございます。あのちょっとしたものなんですけど、クロミちゃんだ。よかったら受け取ってください。 ありがとうございます。めっちゃ手震えてる。 ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。めっちゃ嬉しい。楓ちゃんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でもんな泣きそう。こんなの初めてや。ありがとうございます。はい、よかった。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ピンちゃんはこの後ステージもありますので、皆さんよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、あ、りんちゃん、りんちゃん一緒がいい。りんちゃん一緒がいい。あ、はい、りょうさんが写真撮ってくれるって。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ではりんちゃんと榊原かえねさん、ありがとうございました。ありがとうございました。この後物販が、そうです、あちらですね、そこでします。あのなんか今ちょうど唐揚げが置いてある右ら辺でやりますので。はい、皆さんぜひ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。